ち密着だっけ。そうです、すごいね。こちらのシャツですね。20何でした。いい、どうも。じゃあ、いきますか。お願いします。一撃ゴールド5本のローゼ5本いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あ、ごめん、気持ちだけしてくる。ありがとうございます。ええでええで、ああ、ええすごいよ。もう一件バーイだね。おお、社長の秘書の大池くんに来てもらってます。よろしくお願いします。大池と申します。じゃあ今日何するかというと、はい、林社長の一日密着ということで今林さんの、まあ、マンションの下で大池くんにちょっとお迎えに来ていただいて、はい、昨日の夜って何してたんですか林社長。昨日の夜は明けばかりです。これリアルで朝寝起きのシーンから撮っていくって感じで。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ部屋の前着きました。着きました。爆睡してるっすかね。絶対してます。大池くんの裏側みたいな動画あるんですか。いや全然ないです。さすがにない。僕みたいな。こうやって朝家行って実際起こすみたいなこともあるんですか。まあ、たまにありますね。たまにですけど、ね。あんま遅刻したかしないですよ。めちゃくちゃ忙しいですね。昨日も30時ぐらいまで飲まれてて、今日朝は僕ら7時ぐらいに集合して8時から。いや前までは午前中にアップがあることってほぼなかったんです、はい。そうなんですか。いやそんなもうお金持ちの林さんなのにそこまで仕事してるんです。そうですね。で FC チャンネルも結構忙しくなってきたりして。 FC チャンネルって何本ぐらい上げてるんですか。 FC チャンネルは1日3本上げてますよ。1日3本上がってる。2か3です。 FC チャンネルの仕事は別にその撮影だけじゃないんで、そうなんですね。打ち合わせだったりとかいろいろあったりするんで。で今日林社長の1日密着ということで、はい、はい。じゃあ朝のモーニングルーティーとかってあるんですか。ないですね。ないですね。すぐ着替えて、でまあシャワー浴びたら出るんですけど、いやー眠いですね。今日もともと11時の予定だったんですね。あ、そうなんですね。でも11時からねちょっとね緊急の用事が入りまして、もともと11時のアポだった人に大変申し訳ないんですけどっつって朝の9時に移動してもらったんですよ。あ、そうなんですね。そう、それだから今日珍しく早いんですけどね。普段はだいたい昼ぐらいに起きられて、まあ、そこからそうなんですよ。だから今日はちょっと早いですね。そんなハードな日の林さんの裏側すべて撮りますんでお願いします。はい、お願いしますね。今撮っていただいてる川原さんが、はい、ハゲバンのタイガーファンディングに志願してくれたんですよ。あ、そうです、川原と申します。その川原さんにハゲバンは基本的にこの植毛代が出るか出ないかって話なんだけど、川原さんがトルコで植毛するときにこのせっかくなら彼女も連れてった方がいいと思うから、はい、その彼女の旅費分ぐらい出るようにお仕事発注しますよって恐ろしいいうことで本日その一日密着のお仕事を発注したと。いや本当ありがとうございます。いやすいません、なんかよく分からなくてね、本当ね、なんかお心遣いも恐縮っす。いやいやいや、そんな感じでじゃあやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。とりあえず着替えシーンでも撮りますか。恥ずかしい恥ずかしい。どれにしましょうかね今日はね。結構ジャケットが着られること多いんですか。今日虎の撮影だからねちょっとジャケットかなと思ってますけどね。フェンディ、ディオール、ディオール、これだけでいくらするんですか。大体ディオールのジャケットは1個40万くらい。いい40万、40万、40万、30万とかじゃない。マジっすか、これだけでも1000万くらいは。い
でかいと思うけど、まあ300万かも言ってるね、高いよね、全然なる、まあね、あんまりいらないんだけどね、最近ね、びっくりしたのね、はい、こちらのシャツですね、なんかね、よく見るとおしゃれっすね、F のロゴがあるんですけど、しかもこちらのシャツ22万でした。シャツで22万が知ってたよね。だけどまあいいなと思って、うん、これくださいって言ってさ、後から22万ってさ、はい、あの分かってさ、はい、断りづらくてちょっと分かってしまった。22万って初めから分かってたから。林さんの、はい、ドキ替えシーン終わりました。はい、こちら、最新のジャンタクです。違った、買い替えたんですよ。ちょっと調子が悪くてね、奥の台のやつ使ってたんだけど、はい、あの点数の付きが悪くて、M リーグと同じ、やつでいきますよ。はい、では ここら辺映してて、ここら辺、はい、ここら辺映してるよ。でこれで、はい、いきますよ。こってまあ何も問題ないと分かんないです。問題ないから、この凄さがね、いいっす。さあ視聴者の皆さん、何がすごいかぜひコメント欄に、はい、ここが逃げるんですよ。ここにハイパイが出るんだけど、はい、ここに座ってるとここの取りにくいでしょ、はい、だからね、今ねここがポイって押してくれてたの。うん、こちらの機械、3万円です。3万円、おいって毎回おいって押すだけで、3万円です。じゃあ下降りますか。はい、ここのカメラでね、いつもね、あ、今日ちょっと上げてるから大丈夫かなってやっぱこう気になっちゃう。ああ大丈夫かな今日、あこの辺大丈夫かなみたいなね、いつも気にするっていうね。じゃあこれから打ち合わせということで、また後でよろしくお願いします。はい、あ、お疲れ様です。どうも、また、社長ファイトクラブで撮った萌えさんです。あ、お願いします。今、顧問制度の同席をしてましたね。はい、どうでした、今日の顧問先は。あ、今日はもう本当にいっぱいお話ししてくださってて、すごい人でしたね、またね。そうですね、またちょっと今後のつながりに行きたいという感じ。はい、じゃあ次のところに移動するね、また、はい、時刻は10時37分で、あんまり言えないんですけど、重要な、契約の会場に向かいます。ビジネスの話。ビジネス、ビジネス、思いっきりビジネス、プライベートの契約ってどういうことだよ。わあわあわあ、いろいろあります。あ、そうそうそう、確かにね。じゃあちょっと、ちょっとここ行ってらっしゃいますね。どうも、人めっちゃ多いっすね。すいません、ちょっといろいろちょっと事情、重大な契約を終え、はい、次はどこ行かれるんですか。次は令和の虎の収録なんで、西新宿なんですけど、まあ、そこまでちょっとね、時間あるからどっかでランチでもしますか。あ、今売り出し中の吉田さんです。今売り出し中の吉田さん。武田塾の FC が始まった時からいるわけだもん。でしかも武田塾の FC を作った最初からいるだけじゃなくて、なんと東進のフランチャイズが始まった時の初めのうちのメンバーなんですよ。あのかの有名な東進衛星予備校をね、初めの部署3人だったんだっけね、その3人のうちの1人だったらしいから、東進のフランチャイズも武田塾のフランチャイズも一番初めから見た男なんで、フランチャイズ武田さんがあの攻めの部門なわけですよ、はい、校舎を増やすとかね、はい、守りの部門は吉田さん、お金回りとか、そう、銀行との付き合い方とかお金回りとか FC 本部のお金のね使い方とか、その分かってるから、なんと破格の月10万円で顧問制度を吉田さん始めようと思って。10万ですか。本当は20万とか30万欲しいとこなんだけど、僕はあの月1回のね、あのお茶とかであの月55万なんですけど、破格の10万円で、もう武田塾本部も東進本部も知り尽くした男が、お申し込みはこちら。確かに塾業界はもう熟知されてる方なわけですけど、さらに FC も FC のお金回りとかね、銀行との付き合い方をどうしていったのか、こちらですか。はい、という男です。ありがとう。林さんクラスでもそのギブの精神というか、皆さんのお気遣いすごいじゃないですか。いやいやいや、全然そんな。いや、なんかそのマインドというか、それどこから最初生まれたんですか。何も思ってないですけどね。でもされて嫌なことはね、
しないようにしてるし、はい、されて嬉しいことをたくさんしたいなと思ってますんで、まあ、ただそれだけですよ。あんた、やっぱあれか、ご飯行く時間ないわ、ごめんね。あ、全然大丈夫です、そんな、逆に、ね、ここがサンエイドさんのビルです。ここがサンエイドですね、はい、初めはね、雑居ビルだったのにね、多分サンエイドの第一のクライアントは僕なんじゃないですかね。そうなんですか。とかじゃないかな、わかんないけど、もっといたのかもしれないけど、今はもう最大の発注者は、ね、岩井さんじゃない。あー、あれあんだけレオンコントってるからね。あ、どこ、どうも、お願いします。あらっす、あ、前回ありがとうございます。一日密着を撮ってます、すいません。あ、お願いします。あ、そうなんですか。なんかちょっとすっぴんを映しちゃった。全然、まあ、ありがとうございます。あらっす、前回もありがとうございます。はい、こちらお世話になりました。で、令和の虎はこういう感じで、チュー、お弁当が出ます。いつもあんまり食べないんですけど、まあ今日せっかくなんでもらえますか。ちょっと開けた。おお、すごい、今日こういう感じのお弁当が、はい、世界のバンさん。俺何食べるの。リアントラ名司会者ちょっと岩井さんがちょっと叩いたら暴力だって言われて、バンさんは頭掴んでも燃えないっていう、この最強さね。よくやったというバンさんから見て林社長ってどういう風に映る、はい、俺の思う林さんは、はい、林さんって血液型何型なんですか。 B です。 B 型ですか。はい、なんか AB の人かなって思った。天才派だというか、こう冷静にやっぱもちろん結構物事見てるけど、はい、たまにお金配りおじさんに変身して、でもハートフルな方ですね。いや、そうですよね、うん、揉める要素はないですよね、林さんって人は、うん、なんか京都みたいな人ですね、日本の日本の場所で言うと京都みたいな人ですね。おー、はい、そういうことっすね。チリで言わせてもらうと京都みたいな人です。確かに、はい、人を地名に例える人初めて見ました。俺ぐらいになるとそういう方だよ、はい、今毎日収録の前の時間帯がカットバスのズームなんですよ。あ、そうなんですかね。今もうズームやってきました。もうフランチャイズチャンネルで流すから、あのちゃんとカットバスって挟んでもらってすごいっすね、岩井さん。いや、そんなもんないよ、そんな人だからじゃないから俺は、うん、カットバスボールあたりそのうちゲットバスもできますカットバスです。すいません、ちょっとカメラ回してながら。あ、カメラ回してます。綺麗です。ラーメン虎の島屋さんです。大体です。今日島屋日本いるから、もう1、2本目は僕楽できるな。いや、そこまではまだまだ行ってないで。あ、これあれ、アマゾン1位の本じゃないですか。おー、さすがめっちゃ思う、ね、ありがとうございます。うん、これね、アマゾン1位で売れてるらしいじゃないですか。すごい、岩井さん推薦って書いてあるから、すごいじゃん。あれね、はい、ぜひお願いします。ラーメンの飲食店の経営のレシピ本なんてますので、ね、お願いします。いや、岩井さんとずっと麻雀の話してました。今から収録っす。そうです、収録こんな感じで始まります。どうもお願いします。リーマントの収録は意気込み一言にします。はい、今日はお金絶対出さないでね。出さないんです。出さない、もうだって今日5000万なくなってた。確かに、俺いいの。そうっす、ね、今日5000万積んでんだから、まあ、ダメっす。ちょっとなんで出てくるの。サンエイドの関谷社長です。一日密着動画です。今日は久しぶりに悪林を見えたんで、すごく良かったなと感じました。いやいや、以上です。何言ってんの。ありがとうございます。このままサンエイドさんの、すいません、お待たせしました。どうも、今着きました。どうも、着きました。はじめまして。サネトさんの場紹介してみてあそこります。さすがっす。やばいよ、もう。大変だよ。やばですよね。この辺でじゃあ。今から打ち合わせということで。次はどちらへ行かれるんですか。じゃあ、赤坂へ。また撮影ですね。またその後も予定がある。なかなか帰れなくてごめんね。明日早い、大丈夫。大丈夫です。ごめんね。もういつでも大丈夫。お腹空いてる。あ、もう大丈夫。食べた。 YouTuber やる動画撮ってます。ちょうどなんだけど YouTuber だね。ずっと本当に隙間時間なかったですもんね。たまたまですよ。たまたまです。あら、ね、ここですかね。すいません、ちょっといい、まあ、許可。こんばんは。今から誰とも撮らない。またヒカルさんとの撮影で、
すごいっすね。ヒカルさんのね、この前のね、動画で僕のこと皆さん褒めてくれたんですけど、ただね、ささげさんに髪の毛を切ってもらいたいってコメントがたくさん入ったんで、すごい、ぜひ僕もお願いしたいなと思って、今日もお願いするという企画です。そうなんです。わざわざヒカルさんもささげさんも来てくれるっていうね、なんか申し訳ないですけどね、ほんとね。どうも。じゃあ、お願いします。お願いします。カットでもめちゃ変わるし、色も変えましょう。じゃあ、じゃあ、ただ、これに散らします。髪の毛って言っても長いイメージあるんですけど、短い時代もあったんですか？いや、全然ないです。ずっと長いです。どこの誰にモテたいですか？新宿のキャバ嬢。じゃあ、新宿のキャバ嬢に当てた髪型でいいですか？はい、あの視聴者とか、はい、あのビジネスにプラスになるとかいいです。いらないって思う。視聴者の皆さん、髪型でいかがでしょうか？かっこいいっすね。視聴者の声代表。恥ずかしいです、本当。ありがとうございます、佐々木さん。すごいね、今日のスケジュール、大池くん。やばいっすね。やばいよ、これ。楽しいっす。まだまだ終わんないよ。ぶっちゃけたこと言うと、僕の人生で最大に忙しい日の可能性あるよ。逆に。こんなにアポ入ることないよ。ここは新宿三丁目っすか。はい。どうもどうも。社長です。よろしくお願いします。ハルです。ではやってきました。ハートネイル。これ新宿にあると。そうなんですよ。まあでも全国で100店舗超えてるんですよね。そうなんですよね。10件しかなかったのに、はい、それがあのフランチャイズチャンネルで一気に伸びて、もう大評価ですね。ヒカルさんの YouTube の時に、響ちゃんの抑えとして登場してくれた日向ちゃんです。おお。ね、お客さんからいろいろ反響があって大変なんでしょ。いや、もう大変だった、ね、ごめんね、お客さんが切れた分だけ僕が保証するから助かります。ヒカルさんはここで終わりですか？いや、まだ行きますよ。あ、次もだからね、ヒカルさんの中で動画1本の設計があって、はいはい、まだ材料が足りないわけですよ。そういうことだと思います。え、京都なんすか？そう、そうです。緊急でヒカルさん来るってことで、さすがね、さすが急成長する会社の社長はやっぱ嗅覚が、ちょっと今日無理ですとか言わないから、副社長から何から全員連れて新宿の店舗来るから。あ、副社長かわいそうだからちょっとだけ映してあげて。ヒカルさんの方出ないで、こっちは FC チャンネルの方だ、ごめんね。ほんと少ない方だけど。ありがとうございます。出ないよりマシでしょ。ハートネイルさんのすごいところは、それだけ加盟が一気に来ても全てこなせたってことだよね。普通はもうオープン制限とかをしたりするのよ。オーナーさんもすごいのよ、ほんとすごい協力的でね、いいフランチャイズなのよ、ほんとに。今話を聞いてもらって、お願いします。お願いします。社長、まずお名前は何ですか？はい、小原真央です。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ほんといい、もうほんとさすがの設計力でした。なんか土壇場で思いついたようには思えないです、ほんと。いや、よかったです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。こちらの、誰か伝票を伝える人教えて。この前ね、あの本当ヒカルさんの YouTube に響ちゃんの抑えポジみたいなね、そういうなんか本来なら一番に扱われたいところを、そういう風に体を張って笑いを取ってくれたことが、いろんな人の力のおかげだけど、あの日向ちゃんのおかげで急上昇1位取れたから。いや、もうあの場面良かったよ。やっぱ俺も自分で見て笑っちゃったもんね。剥がすまで時間かかったし、もうワンチャン響きちゃんなんじゃないかっていう、この演出が結構あって、おお違うんかいみたいな。うんうん、ためが良かったですね。ためがあのね、だけどね、そのせいで何が起きたんだっけ？太客が切れて。ああ、でその太客が大体300、1回70万のお会計ので、毎週来てくれるお客さんが切れたっていうことで、7万円ぐらい保証しなきゃいけないから。7万円じゃん、今300万のうち7万、300万盛りすぎ、70万の会計の人が集中できたんでしょ。うん、うん、それは280万だね。そう計算、支出280、やめてよ、300で盛りすぎだから、やめてよ、もう20取ろうとして、やめてよ。失礼します。失礼します。失礼します。一撃ゴールド5本とローゼ5本いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいっすね。奥君の出演料、出演料。いやいや。だって2回も出てもらっちゃったんだから、それ。しょうがないよ。あ、はい。いいな、YouTube。出たいです。僕のお友達の指名です。あ、そうなんですね。代わりに売り上げをつけております。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。すごい。あ、ごめん、気持ちだけつけてる。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
週1回70万使う客が切れたんだって。林社長と寝てんじゃんみたいな感じになって、ただそんなソファーでさ毛布かぶっただけでなんかメンヘラ起こしちゃったみたいで、だから申し訳ないなと思って一応ふと客が切れた分をちょっとカバーしてあげて、だけど2週間でふと客が帰ってきたらちゃんと140万返してた。絶対言ってない。ふとそのふと客結局切れてなかったっつったら確かに、ちゃんと言ってよ、自己申告してよ。何だよ、イカさんの YouTube いっぱい出てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当朝早くから撮影ありがとう。いや、こちらこそ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、はい、ありがとう。これだけ撮って、これだけ、はい、よくやらすとかありますけど、本当にちゃんと来てるか確認します。ごめん、実は28万円なんです。ごめん、ちょっと持っちゃった、ごめん。本当、なんかこの店仲良くしててから本当は28万、ちょっと持っちゃった、ごめん。やばすぎる。280万、やばすぎ。いやいや、滞在時間10分ぐらいです。ねえ、10分で、それはやばい。歌舞伎町で社長待たせてんだって。そうそう、ごめんね。このシャンパンを今開けちゃうともったいないから、お金持ちがインフルエンサーと来るから、その時これその日に開けたみたいにわーって持ってきてもらって、ほんでわーって言ってその時だけ会計見せないわ。実は8万円なんだよ。あ、A でっていう風に下げようとした。もったいないから。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に今から歌舞伎町のどこかへ向かいます。本当もう顧問先がね待ってるから。あ、そうなんです。僕が顧問させていただいている高山社長です。どうも。いつもありがとうございます。まだ若いんですけど億単位稼いでます。彼の会社を成長させて打倒青笹で頑張ってるんですけど。いや、本当にそうですね。そうね、はい、こんな大社長をなんと僕ですねちょっと緊急撮影が入ったんで女の子紹介するねご飯会をちょっとブッチして代わりに代打でね、すいません、ほんとね、お待たせしました。ね、というわけでね、ちょっと今からいっぱいいろんな人が来るんで、ちょっとみんなの分の、はい、ウーバー頼んで、ちょっと待ってね。OK です。ありがとうございます。僕いろんなところでね、行くんですけど、一番行くバーです。レペゼンさんとの飲みとかでもね、そうっすね、使ったし、はい、何回か来てますよね。岩井さんがなんか結構体張ったりとかで、あ、そうっすね、なんか背景で分かると思う。ここがね、僕がよく来るバーなんですよ。ありがとうございます。歌舞伎町とは思えないこのね、落ち着いたこの個室ね、箱がよくできてます。でもさ、この箱を林さんのために作ったようなもんでは。あ、そうっすね、ありがとうございます。いや、本当カレンちゃんすいませんでした、今日は。あ、もう、あ、カレンちゃん、はい、今度埋め合わせさせてください。YouTube には出てくれないですけど、こちらにですね、天塚カレンちゃんっていうね、スーパー有名人がいてくれてるっていうね。はい、じゃあ顧問先の高山社長にですね、カレンちゃんのお友達を紹介する企画だったんですね。そこがですね、ちょっとヒカルさんとバッティングしてしまって、お世話になってる高山社長よりもヒカルさんを優先してしまいました。はい、申し訳ございません。はい、なんとですね、今からですね、僕の大切な人の弟さんが働いてる店に行こうとしたら、なんとその弟さんが体調不良で早上がりしてしまったそうなんで、行くバーがなくなってしまいました。なので、まあもう一軒行ってもいいんだけど、もういいかなってことで。一日お疲れ様でした。本当はね、もう一軒バー行くところだったんですけどね、ちょっと出勤してないっていうことで。あ、原さん、いかがでした本日は。林社長がこんだけ人から好かれるっていうのすごさがちょっと垣間見えました。こんなお金使わなくても愛されてる人がいっぱいいるんだと思うんですね。いかに他の人に対してこう喜んでもらえるかっていうのを考えてるのがすごく伝わってきました。2人で宅飲みする？あ、おお、いいっすね。いよいよ朝のね、の繰り返しで、はい、こちらご覧ください。こちら、あ、え、ハゲてない？大丈夫？ハゲてない？あー、やばい、ちょっとハゲてる。あー、やばい。あー、はい、どうもそんな風にそんな、うん、やっぱ気になっちゃうね、やっぱね。法事とかは結構なんか外注してるんですか？うん、当然、え、掃除はピナインターナショナルですよ。あ、モテヒさんの、モテヒさんの、今日ね、来てたから。そうなんす、今日来たから綺麗なんだよ。違う、林さん、今日だけ寝てください。じゃあこっからはね、奪い続け取るんで。奪いつ、なんすか？いや、だ、ウーバーとか。一般的に言われるウーバーイーツは、まあ、ご飯だってドリンクやったりを
飲食店が届けてくれるサービスですもんね。あっ、開けてきた。あ、失礼します。奪いつきたでしょ。あ、そういうことです。はい、どうもありがとうございました。本当、長時間見ていただいてありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。ぜひいつか第2弾を、はい、またお願いします。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト、豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、